配信で使ってるパーティーと、まあ、デイリーミッションで使ってるパーティーは違うんすよ。一番左のパーティーに登録してるのがこれで、まあ、好感度上げです。でね、まあ、99.9% ね、功労者が入ってくるんですね。こいつね、強いわ。いや、強い。貫突したら、まあ、あの、DPS はね、エランと同じぐらいやばいキャラなんですけど、まあ、エランは接地火力だからそれもやばいんですけど、まあ、普通に貫突もやばいし、まあ、何より機動力ですね。この探索のね、空を飛ぶこの快適度が尋常じゃなくて、まあ、原神が間違いなく楽しくなるキャラで、まあ、結構引いてほしいっす。まあ、評価改めてるね、放浪者に関しては。まあ、カズハ、エラン、勝利はほんまに3人引け引けっていつも言ってるけど、放浪者はね、まあ、原神が楽しくなるので別ベクトルの意味でね引けって言ってるキャラなんだけど、放浪者くんの探索力とネルベロの配信のおかげでこの期間の原神モチベ保ててるわ。ありがとな、放浪者は。マジで引いてよかったね。原神のモチベ正直放浪者のおかげで保たれてる説はある。マジで配信ではそんなしょっちゅう使わないっすけど、実はデイリーミッションやるときはずっと毎日放浪者使ってるからね。これマジで楽しいんよな。図が高いぞ。ババババン。放浪者がどんな感じか気になる人はね、ぜひ触ってみてください。こっからここまで移動できるの普通にやばくない？これぐらいだったら綾香でもいけるじゃんっていうしょうもないコメントがあったりするかもなんやけど、放浪者の真骨頂はね、空から空への移動なんだよな。高い場所から高い場所への移動。モンド城とかだったら結構ヤバさが分かりやすい。空飛んで、燃料孵化して、スーって飛んで、ここ乗るやん。で、こういう煙突の高いとこ乗るやん。まあ、スメールとかだったらさ、あっち側に渡りたいなーっていう時結構あると思うんですけど、なんか高いとこないかな。モンドで高いとこ、あっちか。これできんのやばくない？これできるのやばくない？綾香でもイエランでもサユでもキララでも、これは無理よ。この高いところから高いところ、どんなキャラクターも、まあ、風の翼開いて移動はできるけど、探索の楽しさがちょっと放浪者の売りかなと思います。モンド城だったら結構ヤバさが伝わる気がする。楽しそうでしょ。マジこの立体軌道なんですよ。こいつは革命。いや、マジで革命。ちょっとここの良さは伝えたいから、モンド飛び回って動画撮るかな。ほら、綺麗だろ、テイワット。属性見下ろしちゃうからね、おじさん。ぜひ引いてください。バリ楽しいっす。放浪者くんです。初心者におすすめだね。まあ、どうやろう、初心者のうちから放浪者の快適っぷりになれちゃうのはなんか良くない気もする。どうなんだろう。やべ、いいか。でも引いて引かない理由にはならんな。どう考えたって。で、しかも、バトルも楽しいときたもんなんで。回避入力したときにロケットランチャー吹き出すのがマジでかっこいいわ。ロケランじゃねえ、誘導ミサイルか。誘導ミサイルを出した打ち込むのがめっちゃ楽しい。放浪者この蝶々集めも強いんよな。空飛んで、ウェイス、ウェイウェイ、どう、強くね。空飛んだ時の攻撃が当たると逃げちゃうけどね。だからなんか蝶々集めでも放浪者強いからいいな。暁ワイナリーとかね、暁ワイナリー飛んで、ここに蝶々がいるんだけど、空飛んで1匹2匹なんかいたな、外国人かな、外国の原神勢の方で蝶々100体どれだけ早く集められるかみたいな RPA をやってる人がいましたね。放浪者使ってましたが、こういうなんか物を集めるときはやっぱ放浪者がいっちゃん強い。それ下手くそでいつも殺しちゃう。いやー、わかるわ。空飛ぶときにね、巻き込んじゃうんだよね。じゃあ ここの蝶々殺すわ。空飛んで、これほら死んじゃうんよ。だからちょっと離れたとこでスキル使わないと蝶々殺しちゃうので気つけてください。まあそれはカズハもそうやけどな。蝶々集めは放浪者最強だわ。ういパクパクスーパク、あ、これは届かないか、さすがに。あ、無理だ、絶対逃がさねえからな。うい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 、うわ、届け、あー、ダメか。どうもです、こんちゃちゃです。ネルメロと申します。突然私を呼ぶなんてどうしたの？もう見た目も好きだし、ずっと前から大好きだから。実はね、私も同じだよ。